プレーが出ました。ファインプレーです。赤星さん、今のプレーいかがですか？いやー、このプレーは大きいですよね。ご覧いただきましょう。ここでピッチャーを助けるファインプレーが飛び出しました。いやー、こういうプレーは士気が上がりますよね。バッターボックスには代打の土田。ツーアウトランナーありません。初球は何で来るか。アウトコース、空振りです。ファウルになります。3球目見送っています。ボール。インコース、ボール。打った。ツーアウトランナー一塁。打順は1番に帰ります。バッター岡林。今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。このピッチャーはいい牽制するんでリードを取りづらいでしょうね。ああ、そうですね。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。次の投球でランナーが走ってくるかバッテリーも警戒します。打ちました。西川一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対4カープがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、カープの攻撃。7回の裏カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。上田3番手としてマウンドに上がります。赤星さん、まだこの点差では油断はできませんよね。そうですね。今日の相手のことを考えればもう少しリードを広げておきたいです。引っ張った、これはどう。一、二塁間を破る。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー一塁です。5番バッターデイビー、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで。打ちました。ここは打ち上げています。これは平凡なレフトフライ、レフトが取りました。バッターボックスは6番堂林。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですからどんどん行ってほしいですね。期待しましょう。ワンアウトになっています。高めちょっと外れたか。ここはストライクゾーン内のボールは積極的に打っていくカウントですね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。よく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。
打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。掴んでツーアウトです。打席には7番バッター坂倉。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球打ち、ヒットになった。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁一塁。さあそして打席には末永入ります。さあ追加点の欲しい場面、何が起こるか分かりませんから、ここもしっかりダメ押し点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあ2球目は何か、いい当たり、掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。7回終わって6対4、カープがリードしています。これから8回ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号20栗林、4番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは2番カルザゲ。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。カープリードで迎える8回です。打ちました。これはどうだ、センターに抜けました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。さあこの終盤ノーアウトのランナーを1塁に許しています。バッターは細川、引っ張った、高いバウンド、堂林、二塁は無理、一塁送球、一塁はセーフ、同点のランナーも出してしまいました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあカープ得点圏にランナーを背負った場面です。ここで失点してしまうようなことがあればまだまだ勝負は分かりませんよね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の栗林、どういったピッチングを見せるのか、送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。3球目は何で来るか、外低め、ワンボールツーストライクです。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。切りました、ファウルボール。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど、ファウルボールです。次が7球目、外のボール打った、打球はいいところに飛んだか、抑えてワンアウト、ワンアウトランナー二塁一塁。いい形でアウトが取れましたね。ただここからが大事ですからね。無失点でこの回を追いたいですね。そうです。レフトへ、これはいいところに飛んでいる、抑えてツーアウト、三塁へ送球、ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。さあそしてバッターボックスには木下が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。ここはこのまま、また初球、セカンドの右、掴んで3アウト、追い上げることはできませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6対4、カープがリードしています。8回の裏カープの攻撃です。藤島がマウンド上に上がっています。8回の裏、バッターボックスには代打の田中。さあ繋いでいけるかどうか。そうですね、ここはそういった役割が求められる場面だと思いますね。最初は変化球、空振りです。
ファウルになります。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターは守備交代から起用されている大森。ワンアウトランナーありません。初球ボール。次が2球目。この球は外れています。ボール先行です。これが3球目。引っ張った。ライトが取りました。2アウトです。今日は代打で途中出場。2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。2アウトになっています。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。大島よく間に合いました。ファインプレー。ご覧いただきましょう。このスライディングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いやー、これはいいプレーでしたよね。この回カープ三者凡退です。8回終わって6対4カープがリードしています。9回マツダスタジアムが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。カープの守護神矢崎、声援を背負っての登板となります。まず何を投げてくるか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。落ちるボールはこれは外れています。さあ3球目は何か。落ちる球できました。外の球外れています。いきなりフォアボールでランナーを出しています。ノーアウトからランナーを出してしまいました。先頭バッターを歩かせるのはまずいですよね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。アウトコース見送っています。ここはゲッツーを取りたい場面ですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。高めのボール、弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスには代打の宇佐美。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。そうですね。まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。初球は何から入ってくるか。走ってきた。キャッチャー二塁送球する。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。もう少
少し警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。ライトへ、いいところに上がっている。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面で打席には1番の石垣が入っています。空振りでストライクを取ってきました。